筋肉痛でも水曜日なんで。あ、じゃあ、あ取れてるようですね。名残かけですね。そうですね。はい、じゃあよろしくお願いします。特にこっちですか。そうですね。あ、でもほら、左もほら、いらっしゃいますよ。で右はこれ。それの左はこれってわかりますか。あ、左わかります。あ、右これだ。あ、その同じだ。左のがね、セーブで。あ、お兄さん写真大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。じゃあどうぞ。ありがとうございます。いっぱい拡散してくださいあのチャンネル登録もできたらよろしくお願いします。おお、すごいですねこれ。大丈夫ですか。大丈夫です。ありがとうございますやっぱ下向いて走っちゃったりとかするからですかね。あ、それもあるですね。追いかけたり。結構ね、やっぱサッカーやってる人来られるんですけど、やっぱね、同じこと言うんですよ。あ、マジですか。この辺ってその周りも、あそこがやばいですね。これもやばいですね。あそこやばいですね。ちょうど収まりのいいところ。収まりのいいところ、やっぱりこの毎日の姿勢を正した方がいいですか。それもあるんですけど、あのなんかやっぱりケアが足んないのかな、もしかしたら。ケアとか全然してないね。あと片付け、運動した後にクールダウン全然やってないです。やった方がいいですよ。マジですか。さっきダンサーのお兄さん来たけど、やっぱりやってないらしいですよ。あ、そうなんですか俺もやってないですけど、でもね、やった方がいいですよ。壁画前か、もしくはあの八甲口、八甲口、八甲壁画前か、
とやっぱ筋肉の仕方もやっぱ左と絶対違うんで、もうある程度はもうしょうがないですよね。だからやっぱ自分でうまく調整するしか自分でうまく調整するないですよね。だから左を多めに筋トレするとか難しいこと言いますけど、全然可動域も多分ほらこれとこれも多分違うと思うんですよ。あー確かに違いますね。そういうねシステムが。そうなんだ。生き物のたるゆえんですよ。機械だったらほら左右筋トレも作れるけど、人間だったり最初は左右筋トレも作れるけど、利き腕とか利き足ができる瞬間にどんどん差が開く。ありがとうございます。